ホリデーハイキング号、ホリデー号、レジャー号とは、西日本旅客鉄道が運転していた、臨時列車の愛称である。国鉄時代から交楽向けの臨時列車として、京阪新築から笠木、伊賀上の方面に、臨時列車が運転されていたが、1987年には、大阪から彦根、愛いおい、つげ方面にも設定され、JR 発足を迎えた。 翌年の1988年には、琵琶湖、奈良、宝塚方面にも拡大して、旧方面に、ホリデーハイキング号を設定した。当時の京阪新地区では、休日の輸送力に余裕があったことから、これらの列車は、平日の通勤輸送改善用に増強された、近郊軽車両の有効活用を図りつつ、郊外への直通列車として、利便性を提供する。 イメージトレインとして取り組んだものであった。後に指定席を設けた、ホリデー号、指定席がない、レジャー号と列車形態が移行。現在はいずれのレジャー号も設定がない。ルートマップレジャー号の種別、方向幕 IR、石川鉄道では、2017年3月4日から2019年3月10日までの土休日の午前中に、津た駅金沢駅間で、 IR ホリデー号という名称の普通列車が運転されていた。2019年3月16日ダイヤ改正以降は、IR お出かけ号の名称で臨時列車として多客機に運転されている。ありがとうございます。